まあ、番組後半はナザレン・コ・アンドリーさんをお迎えしてこのような特集をご用意させていただきました。参りましょう、ドン。お花畑な人に伝えたい、クリミア侵攻で見た自国防衛の大切なお話。非常にね、シビアなタイトルですけれども、改めて参りましょう。相も変わらず、機関砲のようなものを搭載した船で尖閣諸島を脅かし、挙句の果てには沖縄までもその手に収めようと虎視眈々と狙っているのが隣国中国でございます。国内では人権侵害を繰り返し、世界中で警戒感が高まっているのにも関わらず、この時代に戦争なんか起こるはずがないといった声を上げるお花畑な人たちは日本に国内に多くお見受けいたします。そこで本日は祖国母国を侵攻された苦い経験をお持ちのナザレンコ・アンドリーさんから自国防衛の大切さについて徹底的にお話をお伺いしてまいりたいと思いますが、まず今年の4月13日にサンケイビズが掲載したこちらの記事から参考までに読ませていただきましょう。アメリカのサキ大統領報道官は4月12日の記者会見で、ロシアがウクライナとの国境地帯やロシアの実効支配下にあるウクライナ南部クリミア半島で軍の部隊を増強させている事態を懸念すると述べました。アメリカの安全保障関係者の間では、ロシアのクリミア半島併合やウクライナ東部での軍事行動について、中国が将来の台湾侵攻や尖閣諸島占領に向けた参考事例にしていると見られており、バイデン政権は決然とした対応を迫られましたと、こうなっておりますけれども、ナザレンコさん、この記事に率直なご感想いかがでしょう。そうですね、やはりロシアと中国は両方とも覇権主義国家なので、常にお互いの行動を見て、お互いに学んでいるわけなので、そのウクライナと日本の状況も結構近くて、何かというと、その国民、戦争が起こる前の国民の意識は結構似てるんですね。その、平和ぼけしてるという点だったり、国防をあまり重視してないという点なので、実際にそのクリミア半島の強奪は成功してるわけだから、中国からしたらそれも本当に、じゃあロシアはそれができたならなんで俺たちはできないのって、多分多少不満があると思うんですね。だから本当にロシアの行動を見習って、またこの事故を繰り返すのは中国の、規模ではあるんですが、で、国際社会の役割は、二度とそのクリミア半島の悲劇を繰り返さないことだと思うんですね。だから、テストケースに、ね、なってしまっているという、では最初のテーマから参りましょう。どうぞ。なぜウクライナは侵攻されたのか、その歴史的背景に迫ると題してお話をお伺いしていきたいんですが、ナザレンコさん、はい、そうですね、実はウクライナという国は、ヨーロッパの真ん中にあって、で、日本と違って、自然災害とか一切ない国なんですね。地震もないし、津波もないし、台風も来ないような国なんで、国土も、山もなくて、すごく、平らなんですね。だからすごく安定したところですが、そのゆえに実は戦争だけはもう何度もの体験したことあるんですね。ウクライナは実は、ウクライナ州都のキーフというんですけれども、キーフは1500年ぐらい作られた町なんですが、ウクライナはですね、その後は独立してた期間よりも、植民地支配されてた期間の方がずっと長かったんですね。そうですね、例えば15世紀に一回モンゴル帝国に征服されたんですけれども、で、それ以降はやはりすごく弱まったから、例えばモンゴル帝国は滅びた後はウクライナは独立したのではなくて、今度はリトアニアに支配されたんですね。その次はポーランドに支配されました。その次はロシアに支配されました。で、あと、だから要するにウクライナの歴史の中で独立戦争とか侵略戦争とか10回以上起きたことがあるんですね。だからそのクリミア半島だけではないんですね。で、ここでちょっと参考に一つの画像を見ていただきたいんですが、こちらはですね、それぞれの国の歴史を示すグラフなんですが、その独立期間と植民地支配されてた期間の比較ですね。で、明らかですが、ウクライナは独立期間よりも植民地支配されてた期間の方がずっと長くて、で、それと対照的に日本はその2660年以上前からずっと日本のままでいられたんですね。で、主権を失ったのは一度だけ、その第二次世界大戦の
いそのですね、まあ、その日本の建国の日付についていろんな説があるんですけれども、例えば2600年じゃなくて1700年とかいろんな説があるんですけれども、あれそれはそれほどそれが大事ではなくて、一番大事だと思うのは、日本はずっと日本でいられて、ずっと同じ言語、同じ文化、同じ民族を守りきったことだと思うんですね。でそれもやはり日本は運が良かったとか島国だから、そういうことではないんですね。昔日本人の祖先たちはしっかり国防意識を持って、何度もそういう、まあ、外国による支配を防ぐために絶大な努力を努めてきたわけですね、今までは。だから例えば鎖国をしたり、あるいは明治維新したりとか、それは、まあ、政策の面では真逆なことなんですが、目的は共通している。それは日本という国を守ることなんですね。はい、まあ、なんですけれども、やはりその日本はずっと日本のままでいられたからこそ、その自国を失う悲しみというか辛さを分かってない人が非常に多いんですね。はい、でちょっとウクライナは、話はウクライナに戻るんですけれども、ウクライナはなぜ侵略されてたかという話なんですが、で、まあ、まず第一はウクライナはヨーロッパのど真ん中に位置してるんですね。要するにアジアとヨーロッパの国々が争う、ロシアとヨーロッパが争うたびに必ずウクライナを通らないといけない位置にあって、戦略的には非常に大切な場所ですね。で中世時代から狙われてたのはやはりウクライナは農業大国ですね。でここでちょっと、国葬地帯ですもんね。そうですね。でここでちょっとウクライナ国旗を紹介したいんですが、ウクライナ国旗は青と黄色になってるんですね。で実はそれ何を意味すると、青は青空、黄色は小麦の畑なんですね。で、なぜこういう、地の恵みね。そうですね。なぜこういう国旗になったかというと、それは次の映像を見ていただければと思うんですけれども、こういうウクライナの、まさに国旗だ。そうですね。ねえ、見事なまでにね。うん、だから本当に都会から離れると、もう目に見える限り、本当に平らだから、もう目に見える限りそういう、こういう風景が広がってるわけですか。そうです、そうです。だからそれをそのまま、まあ、国旗にしたという話なんですね。絵のようにね、美しい。ですもんね、これ。だから今なおウクライナはその穀物の生産では世界第5位になってて、で誰に負けてるかというと、ブラジルとか、そういうすごく国土はでかい国のみに負けていますね。はい、で日本にも食料結構輸出しています。それぐらい土地が豊かでね。うん、はい、でそのせいでもう何度も外国に狙われて、であらゆる占領者はすごい同化政策を行ってきたんですね。で例えばまあ、ロシア帝国に支配されてた時代は一番同化政策は強かったんですけれども、その時は例えば、まずウクライナ語の教育は禁止されてた。今までウクライナ語で出版されたものは全て禁止になって燃やされたとか。で最終的にはワルエフ司令っていう、まあ、ロシア皇帝が出した司令が出たんですけれども、その司令によってウクライナ言語とウクライナ民族は存在しない。それはロシアの一部であって、ウクライナとやらの存在を主張する人はただの分離主義者に過ぎないっていう内容だったんですね。でそれによってウクライナ語の教育は禁止されたし、で最終的にウクライナという名前すらダメになったんですね。こういう名詞として、こういう名詞として占領者は小ロシア、小さいロシアという名詞をつけて、それ以外の名前の使用は認められなかったんですね。はい、でも何よりも辛かったのは、でもやはり何回その同化政策を受けても、ウクライナ人はちゃんと民族的アイデンティティを保ってたわけですね。だから例えばロシア革命の時にすぐ独立宣言して、ウクライナ人民共和国という国を作ったんですね。まあ、その後はロシア革命が終わって、ロシアはソ連に生まれ変わったんですけれども、で今度はその赤軍がまたウクライナを侵略して、再びウクライナを支配するようになるんですけれども、でその時に、まあ、ウクライナ民族の一番大きな悲劇が起きたんですね。それはスターリン時代の話なんですが、1933年にホロドモル大虐殺っていう、はい、事件が起きるんですね。それちなみに最近赤い闇という映画があるんですけれども、その赤い闇という映画ではもっと詳しくこの問題が取り上げられますので、興味があればぜひ見ていただきたいと思います。赤い闇ね。はい、でここで簡単に紹介するんですが、やはり今までロシアはうまくウクライナを支配しきれなかったんで、スターリンは何を考えたかというと、やはりウクライナ人が多すぎるからウクライナを支配しきれてないんだって。で今度は人口減少政策を打ち出す。でその一環はホロドモールだった。ホロドモールは
大体どこを読んでもそれどういうことかというと、人工的大飢饉ですね。要するに赤軍がウクライナにやってきて、で一般市民の食料をすべて奪いました。収穫を根こそぎ取ってってしまう。そうですね。でさらに大体それ村の方が被害を受けたんですけれども、なんですけど赤軍はすべての穀物を奪って、でさらにその村から出ることも認めなくて、要するに人は死ぬ餓死するしかないという状態を人工的に作ったわけですね。でそれによっては600万人、400万から600万までのウクライナ人が死亡したって言われてるんですね。でそれはどれほど人があったかというと、もう一つ の画像を見ていただきたいんですが、地図ですね。この地図は何を示しているかというと、そのホロドモールによって人口はどれほど減ったかという地図ですね。で赤くなっているところは25% 以上、要するに4人に1人以上の人が餓死したっていう地域ですね。で私の出身地はこちらになるんですけれども、ハリコフ市というところなんですが、そちらも33% 以上の人口がその人工的大飢饉によって亡くなったんですね。だから今ウクライナ問題について語るときは、結構ウクライナ東部はロシア系住民が多いって言われてるんですけれども、それはね、でもなぜロシア系住民がいるかあんまり言われないんですね。言われないんですね。でもその本当はこうして4分の1あるいは3分の1以上のウクライナ人が人工的に殺されたわけですね。それによってでその死んだ人の代わりにロシア本土の人が入植してきたに過ぎないんです。だから完全にスターリンの遺産ですね。負のね。そうですね。だから本当に今のロシアにいるロシア系住民というのは、昔から住んでる人もいるだろうけど、それは本当に数パーセントに過ぎなくて、大半の人はそのホロドモールの後引っ越した人か、もしくはその子孫であるんですね。でその面においてはですね、もう自国民の入植させて、ここは我々の領土だって主張することはロシアと中国のよく使う手口なんですね。今チベットとかウイグルとか、ほぼ同じ政策が行われてたんですね。先住民を殺して代わりに中国人に住まわして、でここは中国の領土だって主張することなんですね。完全に手口が一緒ですね。それでは続いてのテーマです。こちらどうぞ。軍縮は平和の入り口ではなく地獄への入り口という、これもね非常に厳しいシビアな見出しですが、そうですね。ウクライナはやはり、1991年にソ連から独立したんですけれども、でそのソ連から独立したときにすごい軍隊を持ってたんですよ。まず核兵器保有国でありました、ウクライナは。でその核ミサイルの数ではアメリカとロシアとアメリカに続いて第3だったんですね、当時はね。そうですね。でしかも軍隊は100万人以上が軍属だったということもありましたですね。なんですけれども、ウクライナ国民はですね、すごく平和ぼけしてしまって、なんか冷戦が終わったって、で終わったからもう二度と戦争が起きないだろうって考えるようになったんですね。でしかもそういうなんかやはり100万人の軍隊と核兵器の維持費はすごい、すごくお金かかるから、もうそういうでかい軍事費はいらんだろう、それよりは軍事費を福祉に回せっていう考え方が一般的だったんですね。広がってしまったんですね。でそのせいでウクライナ政府もその軍縮政策に走ってしまった。で具体的に何をしたかというと、まず核兵器を譲りました。それはアメリカからもロシアからも圧力を受けたんですけれども、でそのウクライナは自国の核兵器を全てロシアに譲ることになりました。でその代わりにロシアとイギリスとアメリカとフランス、要するに他の核兵器保有国は万が一侵略を受けたら私たち手伝いますよ、守りますよっていうブダペスト協定書っていう約束を交わしたわけですね。でその後は100万人の軍隊を20万人に軍縮しました。そしてたくさん残ってた兵器も結構輸出してしまって、もうウクライナ軍がほぼほとんどの兵器を持たなくなったということになったんですね。で
そうですね。で結局そのせいでどうなったかというと、はい、ウクライナの核兵器をもらって、うん、何かが起きたらウクライナを守るよという約束をしたロシアが、はい、ウクライナが一番弱ってた時に侵略戦争をしてきて、ウクライナ領土の一部を不法占領したわけですね、はい、だからそれ本当に軍縮されなければそういうロシアもそういう身勝手な行動は取らなかったと思うし、うん、だからウクライナ国民は本当に失敗したと思うんですね。でその侵略をされるとどうなるかについてちょっと一つの映像を、はい、見ていただきたいんですけれども、どうぞ、うん、そうですね、これはウクライナ東部のマリウポリ市で実際にされた映像なんですけれども、何人が撮影されているかというと、マリウポリの砲撃ですね。で見える通りこれは一般的な住宅街、もうその学校があったり普通の高層ビル、まあマンション、普通のマンションがあったり、でいきなり爆発が起きましたね。そうですね、はい、だからこの人は本当にラッキーだったんですね。本当にあと10メートルでも走ったらもう死亡してたわけですね。だからこうして一般的な街もだって軍事基地も何もないんじゃないですか、そういうところにもかかわらずロシア軍はそれを攻撃して、何十人何百人も死亡したっていう実情があったんですね。でだから私よく講演会とかでこのテーマに言及するんですけれども、ゆずきもろいっていう方がいて、その人はもし諸井ゆずきさんですね、諸井ゆずきさんですね。で彼女は万が一日本が侵略されたら中国軍に向かってこんな野蛮なことをやめてくださいって言って、戦争を止めてくれるらしいんですね、彼女によると。でも、もう現代の戦争は本当にそういうもんなんですよ。もう敵をほぼ見ないんですね。いきなりもう日常的な平和的な生活を送っている中でいきなりミサイルが落ち始めるというのは現代戦争の特徴なんですね。で戦線不幸もなのもあったもんじゃないですもんね。はい、でその後はどうなったかというと、本当にウクライナ東部とクリミア半島は実際に不法占領されてしまいました。そこからもともとの人口は400万人ぐらいだったんですけれども、その間は175万人ぐらいは難民として、難民することになったんですね。170万程度ですね、はい、そのほとんどは、国内難民になってしまったんですけれども、はい、でも本当に未だに自分の家には戻れないという状況が続いているんですね。で私のふるさとも今は幸いなことにウクライナ領土になっているんですが、戦争が起きた当時は私のふるさとも一時的に不法占領された。そうですね、ロシアの武装勢力が私の町の市役所を攻略して、そのウクライナ国旗を下ろしてロシア国旗を上げて、でハリコフ人民共和国の独立宣言をしたんですね。でなんと私はハリコフラジオエンジニアリング専門学校出身なんですけれども、その私の専門学校から100メートルも離れてないところで打ち合いが起きて4人ぐらいが死亡した事件が起きたんですね。でそれをもうニュースで見て、もう本当に毎日通い慣れた街なのにもう血だらけになってて、もうやばいなって思ったんですね。はい、で、でも幸いなことにウクライナの一般国民と警察と軍が力を合わせて、私の町から占領者を追い出すことができました。でもドネツクとルハンスクとクリミア半島ではそれができませんでした。でそこでどうなったかというと、やはり170万人が難民したんですが、難民できない人も いたわけですね。でそこで新ウクライナ派の人々はすごいリンチを受けることになったんですね。ここも一つの画像を見ていただきたいんですが、これはドネツク州というところで撮られた画像なんですね。ロシアによる不法占領に反対してた人が、こうして公共の場で、柱に縛られて、ウクライナ国旗に巻かれて、柱に縛られてるんだ、これ。そうですね。でこうして見す物にされて、こいつは死ぬウクライナだ。でその普段ではこの持ってるこのプラカードには何て書いてあるんですか？この紙には、彼女はウクライナ軍国主義者のエージェントで私たちの子供を殺してるみたいな、ウクライナ協力者みたいな内容ですね。
文化大革命みたいですね、やっぱりね。うん、そうですね。で、その後ろの人は、ロシア兵なんですけれども、前の女性は、本当にその親ロ派。で、こうして見せ物にされて、不特定多数の人に集団暴行を受けることが結構一般化してしまったんですね。で、この女性は幸いなことに生き残ったんですが、殺された人もいっぱいいます。例えば、リブニコフっていうウクライナ人の方がいたんですけれども、ドネツクで、親ロ派が、市役所を攻略したときに彼がウクライナ国旗を守ろうとしたんですね、そしたらその占領軍に逮捕されて、で行方不明になって1週間後は彼の死体は川で見つかったっていう、でも本当に腹が切られて、もう拷問を受けた上ですごく残虐な死にさせられたっていう事件もありました。一番若くては16歳の人まで殺されたことあるんです。逮捕されてウクライナ協力者として殺された実験もあったんですね。で今クリミア半島で何が起きているかというと、クリミア半島ではまずウクライナ領土だった時にウクライナ語で教育を行っている学校もいっぱいあったんですけれども、今は一つも残ってないんですよ。もうクリミア半島に残っているウクライナ人の子どもは自分の母国語で教育を受けられませんということになってますし、で、そうですね。だから本当に今まで、今ウクライナの一つの実例に過ぎないんですけれども、それウクライナに限った話ではないんですね。どんな国でも独立を失ってしまったら、もしくはその外国に支配されてしまったら、こういうひどい目に遭うに決まってるんですよ。そのね、植民地支配されて生活水準が上がったという国はもう存在しない、この世の中にはですね。なんだからなんか一回その日本人の人と喋ったら、戦争が起きたらもうすぐ降伏すればいいんじゃないか、そしたら被害を受けないから。いや、被害を受けないはずはないんですよね。だって外国は目的を持って侵略してくるんだから、でその目的はもう搾取することだったり、領土を奪うことだったり、全然、例えば、そうですね、だから戦争外、なんか戦うことを諦めたら虐殺されるだけであって、決してなんか容赦してもらえないと思うんですね。はい、藤井さん、ここまでナザレンゴさんのお話を伺っていかがでしょう。藤井さん、聞こえてますかね。大丈夫かな。ちょっと届いてませんかね。藤井さん、聞こえますか。ちょっと今、藤井さんと、大変失礼しました。まもなく回復をしますので、はい。では続いてのテーマにちょっと参りましょうか。こちらです、どうぞ。出ますか。その後のウクライナ、最高の道のりはということなんですが、そうですね、だからウクライナは独立した直後は、先ほど私言ったようにすごく平和ボケしてたし、愛国心は決して強い方ではなかったと思うんですね。一部のやはり愛国心が強い人もいたんですが、日本と同じように、右翼だの、民族主義者だのとか、そういうふうにレッテリバリがね、そうですね、罵られたんですね。なんですけど、戦争が起きてそれは一気に変わりましたですね。やはりその祖国を失う危機に直面したら、人の考え方はすごく変わるわけなんですね。で、まずウクライナは侵略戦争された頃はほぼ無政府状態だったんですね。ウクライナ、国民運動が起きて、それによって政権交代が起きて、で親ロ派大統領、副総理大臣、国会議員の3分の1ぐらいはみんなロシアに逃げたんですね。だから実際にウクライナ軍に命令する人は一人もいなかったという状態になって、でその一時的な政府が設立して、ですごく混乱してた、あらゆるところで混乱が起きてたんですね。だからこそロシアはその混乱の状況を狙って侵略を仕掛けたわけなんですが、でもう普段は国家機関がうまく機能してないから、負けるでしょう、普通は。だって軍隊はうまくお互いに連絡を取り合えないし、武士も、そうです。でもその時はなんと一般国民が立ち上がって、で例えば私もボランティア活動に参加してたんですが、やはり自分のふるさとの周りの軍事基地を回って、自分の親の資金をかけて、自分の資金の親の資金をかけて物資を運んでたんですね。それは食料だったり、
車の部品だったりガソリンだったり服だったり、はい、いろいろ、まあ、運んでたんですね。でそういう人はもう何万人もいたの。別になんか私は特別なことしたわけではなくて、何万人何十万人も自発的に軍隊に協力し始めたんですね、しかも志願兵も多く出てきて、で資本家、一般的な資本家、国家関係者でも何でもない人も自分の会社の資金を使ってもう半分以上出して、その志願兵の部隊を武装させる、で海外から最新の兵器とかいろいろ買って、その志願兵にそれを渡してたわけですね。だから本当に一気に愛国心が向上したんですね。でその次はやはり軍人の尊敬度がすごく向上したんですね。まあ、別にもともと高かったわけなんですが、その戦争が多くて、例えば戦死する場合はもし戦って亡くなった兵隊 の、死体が、ね、まあ、結局ふるさとに戻されるんですけれども、お葬式を行うためにですね、でその時はなんと私そういう動画はいっぱい見たんですが、村人はみんな道に出てひざまずいてそれを向かってるんですね。でウクライナにはそもそもひざまずく文化はほとんどないんです。一つだけのパターンでひざまずく、それは教会でお祈りする時ですね。はい、こうすら しないからウクライナ人はですね。だからそれどういうことかというと、もう本当に最大限の尊敬の表、そうです、神の前か軍人の前でしかひざまずかないっていう、そうですね、それほどの尊敬度が向上したんですね、軍隊に対する。で日本ではですね、共産党関連、共産党系の人はですね、結構自衛隊は町から出ていけとか、で自衛隊は学校で何人かしらのイベントをやろうとすると、はい、もう反対してるし、で私はウクライナ東部では真逆なことが起きてたんですね。一回はね、ウクライナ軍はもうどうしても撤退しなければいけない状態になってしまったら、現地のおばあさんがもう70年代ぐらいの人が軍人のところにやってきて、いやお願い、私たちの町から出ていかないでください、あなたたちがいなくなったら私たちはどうなるかわからないって泣きながら願ってたんですね。まあ、それは本当にその、ね、戦争分かってる人と共産党のプロパガンダしか知らない人の違いなんですね。であと歴史認識も結構見直されたんですね。歴史認識、ウクライナはやはり旧ソ連なんで、今まではソ連の歴史認識を結構受け継いでた部分がたくさんあったんですね。例えば一部は戦争勝利記念日、5月9日に対独戦勝記念ですね、そうですね、行われるんですけれども、それは2014年から戦争勝利記念日という祝日は廃止されたんです。ウクライナはもはや自分のことを戦勝国をとして見なしてないということになったんですね。なぜかというと、やはりウクライナは勝ったのではなくて、そのドイツっていうドイツに占領されて、その後はソ連に占領されただけ、別にもう支配者が変わっただけで、ウクライナ自体は勝ってないよって。でしかも当時は第二次世界大戦の時にウクライナ蜂起軍っていう武装組織があったんですけれども、その組織は同時にドイツとソ連と戦った。でもやはりソ連と戦ったから、ソ連の歴史観では彼らは戦犯、あるいは民族主義者、ナチス協力者、ナチスとドイツという扱いされてたんです。はい、で彼らはずっとその、まあ、憎むべき存在として教わってたんですけれども、2014年から本当に完全に名誉が回復されたんですね。もう赤軍じゃなくて、そのウクライナの独立のために戦ったのはウクライナ蜂起軍のみだから、ウクライナ蜂起軍こそウクライナの英雄であると。正当的だね。はい、でその次は NATO や EU に関する考え方も変わりました。今まではですね、やはりロシア系住民がウクライナ東部に多かったんですが、で彼らがウクライナの足を引っ張ってなかなか NATO に加盟できなかったんですけれども、戦争が起きて、でウクライナ国民もすごく心配してた。もし集団的自衛権を認めてしまったら、他国の戦争に巻き込まれるんじゃないかっていう心配があったんですね。でも結局ウクライナが侵略されたら誰も助けに来なかったというおうちになったんですね。で今はウクライナ憲法には NATO と EU の加盟が明記されている国の目標として、目標としてね。はい、であと非共産化政策も大事なことですね。ウクライナ2014年からウクライナでナチズムと共産主義は同一視されるようになって、で刑法が見直されて、共産主義プロパガンダは刑法違反、公共の場で赤旗を上げることも実はそれに当たるから、犯罪、
犯罪です、うん、それもやはりナチズも共産主義も同じ反人民的なイデオロギーであって、でむしろ共産主義の方がナチズムよりも多くの命を奪っているわけなんだから、そういった危険思想を広めるべきではないっていう、で共産主義関連の地名も全て解明された。例えば俺の出身地はですね、赤軍駅とかレーニン大通りとか革命通りとかそういう地名がいっぱいあったんですけど、一気にその全部200本以上の道が解明されたことになったんですね。それは大変だ、はい、はあ、うん、そうですね。いや、もう最後にね、ナザレンコさんからね、こちらです、どうぞ。特にお花畑な人々へ、日本人へのメッセージということなんですが、最後にナザレンコさん一言。そうですね、まあ、だからウクライナは実際に失敗してるわけだから、で本当に同じ失敗を繰り返さないでほしいのというのは私の本気の願いなんですけれども、でそれは具体的にどういうことかというと、まず私は一番最初に言ってたのはそのホロドモールということですね。そうですね、ロシア系住民が多かったという話 でそのロシア系住民が多くなってずっと参政権を持ってたから、ウクライナはなかなかロシアから離れなかったといういきさつがあったんですね。でそれはバルト三国の場合は違います。バルト三国の場合、バルト三国の場合は国籍を得るために試験があって、ちゃんと国語をしゃべれるかどうか、同じ歴史認識を持っているかどうか、国の独立に賛成しているかどうか、いろんな厳しい条件があったんですね。ウクライナは一切そういうことをせずに、みんなに例外なく国籍を与えてしまいました。そのせいでロシア系住民が参政権を持って大変なことになりました。で日本は今さっき今日も難民の話とか出てたんですけれども、本当にその移民制度がどんどんなんか甘くなっていくと感じてるんですね、例えば技能実習生だってそうなんですけれども、今まで単純労働認められなかったのに今度はその技能実習生がいっぱい入って働くようになったんですね。で日本に来るときに学歴とか経済力とかすごく確認されてるんですけれども、思想的な部分、政治的な部分は何一つも確認されてないわけですね。だから日本を嫌いながらも日本のお金が欲しいがために日本に来る移民たちも結構いるんですね。でもそういう反日的な人を受け入れることは、戦争が起きたら敵軍に協力する人を受け入れるのと一緒なんだから、もっとちゃんとその、ね、帰化条件とかを揃えるべきなんですね。もう一つのメッセージとしてはやはり、国防、軍事費の話なんですね。日本は米軍に守られている部分はあるんですけれども、米軍だって日本人の代わりに戦うことは一切ないんです。日本人と共には戦うかもしれないけど、日本人の代わりには戦わない。でウクライナだって外国にいろんな約束をもらってたわけですね。ブダペスト協定書によっていろんな安全保障されてたはずなんですが、実際に戦争が起きると国際社会は口だけなんですよ。遺憾を表するとかそういうことばかり言ってて、具体的な協力はほとんどしてくれない。もう一つはやはり言葉は平和を守るのは言葉ではなくて抑止力ということもすごく理解してほしいんですね。で今ウクライナには2回政権交代が起きたんですけれども、その戦争が起きたからですね、政権交代が起きたけど、で前の大統領は結構なんといえば抗戦的だったんですけど、今は完全に派と派なんですけれども、両方ともの大統領はこういうことを言ってる。核兵器を手放したのは間違いだった、国を守れるのは自国軍と核兵器と集団的自衛権のみで、両方ともが高派も鳩派もそれを認めてるわけなんですね。で、だから日本人もそれを、ぜひ理解していただきたいと思うんですね。あと、そうですね、でそのウクライナだってずっと軍事力によって軍事力のみで解決しようとしたわけではないんですね。停戦合意も3回以上結んでる。でもその初めて停戦合意を結んだ時に、なんと翌日にその停戦合意が破られて、再び交戦が始まったんですね。だから本当にどんな約束があろうが、相手にその約束を守らせるほどの力を持ってなければ相手が約束を守る気にならないんです。
ですね。だからしっかりとですね、力を背景に外交を行うべき、じゃなければじゃないと本当にウクライナと全く同じ、鉄を踏むことになってしまうなんですね。で一番最後の結論なんですけれども、本当にその左翼とか自主平和主義者が言うことのではなくて、本当にその他国の実例を見てほしいなんですね。ただの意思としてね、ちなみにウクライナの軍事費は GDP の 2% から 5% に、ね、増大したということです。藤井さん、ここまでお伺いしていかがでしょうか。いや、核兵器の話も含めて、その通りですよね。では日本が何しなきゃいけないかは確か、はい、ですから抑止力という言葉にね、全て尽きると思うんですけども、はい、戦争に対してちゃんと準備をしていれば、戦争しなくて済むんですよ。戦争に対する準備を怠ると、はい、と戦争に巻き込まれてしまう、自分の国が侵略されてしまうと、はい、いうことですから、で戦争に対する準備をすることが平和を守ることなんですね、はい、これはまあ我々の世界は危険な世界だからね、これはアイロニーですよ。確かに平和を愛する者は戦争の準備しなきゃいけないんで、でもそれが厳しい現実の中での我々の唯一の選択肢ですね。核兵器のことも日本人はよく考えた方がいいと思います。はい、重ね重ね、そこにつきますね。そうそう、もう一つだけ付け加えたいんですけれども、歴史認識の話にも私ちょっと触れたんですけれども、実はウクライナは経済面においても軍事面においても技術面においても、日本より弱いわけなんですが、でも海外に圧力を受けながらも歴史認識を見直すことができました、そしてウクライナのために戦ってくださった祖先たちの名誉を回復できました、で日本はウクライナより何十倍も強いのに、いまだに日本の総理大臣が靖国神社参拝できないのは本当に異常な状態だと思いますね。本当にその靖国神社で祀られている方々はもう自分の一つしかない命を日本のためにかけてくださったのに、日本人は中国との経済協力が大事とかそういうわけわからないことを言って、人を見捨てる人が多いんですよ。それはもう私本当に理解しがたいことであって、で日本だから日本人には経済力も軍事力もあるんですが、ないのは覚悟だと思うんですね。だからもうしっかりとだって外国に問いやら言われる筋合いはないんですよ、誰を自分の国の英雄としても祀るべきなのか。だから日本はもっとですね、誇りを持って自分の英雄にもっとの敬意を払わなければいけないと私は思うんですね。最後はありがとうございました。今回は番組後半、臨時企画としてお花畑な人に伝えたいクリミア侵攻で見た自国防衛の大切なお話と題してね、ウクライナの歴史を長い視点で遡ってナザレンコ・アンドリーさんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。